かもう1ラウンドで終わりのような戦い方をしていこうかなと、狂気的な自分に戻ろうかなっていうか、喧嘩の頃の、まあ良くも悪くもやるかやられるかの試合をしようかなと、これからは。朝倉未来選手が、まあ、絶対に落とせないというところで、まあ、自分みたいなただ格闘技を習ってるだけの会社員を選び出していただいたという素晴らしいリスクマネジメント能力によってここに座っておりますので、客観的に見るとやっぱり今まで積み重ねてきたものって考えると朝倉選手のやっぱり格上っていう見方は当然だと思います。ただ自分はその格上の相手に勝つためのスタイルっていうのを一つ作っているので上回ることはできると思っています。会社員が勝った方がロマンがあるんじゃないですか。まあ、やっぱり考えることですよね。勝つためのスタイルっていうのは作っていく必要があるかなと思っていて、そのために自分が一つ回答として出しているのは他にいないスタイルを貫く、対策もされづらいですし、もちろん大物食いもしやすい、そういうスタイルになっていると思うので、そこを目指して今までずっと歩んできた感じですね。まあ、自虐かなんか分かんないですけど、会社員だとかなんか言ってるんですけど、まあ俺の方が多分忙しい中で格闘技やってるんで、どちらかといえばね、舐められてますね。生贄です。まあ生贄は生贄なりにまだ生きてるんで噛みつき返したいなと思ってます。早い段階で喧嘩できればいいかなと思ってるんで、たまには喧嘩させてください。お願いします。まあ、やっぱり喧嘩はそんな強くないのかなって感じしますね。はい、そこの喧嘩の違いを出せたらいいなと思ってます。期待はだから一回裏切りました。そうですね。何知ってくれてんのミク。確かにあれですよね、面白くなりましたね。でもそれでも期待してる人たちに見せる試合ですね、今回は。やっぱ精神面が一番大きく変えると思うんで、人を。そこを見てもらって、今後の残りの俺の格闘技人生に期待を持ってもらいたいですね。秘策はもちろんあります。個人的な意見なんですけど、カリスマって負けが込んでからこそ色気が出ると思うんですよ。だからもうちょっと色気出してあげたいですね。